い、皆さんこんにちは、コーダです。ということでルイージマンション3続きやっていきたいと思います。今回は12階のビーチレストランフロアですね。はい、こちら探索していきましょう。そう、スイッチも残り3つですよ。うん、頑張っていきましょう。はい、ということで、まずは左に進んでいきます。船がある、船がある、なんだこれ。 X で覗いてみる。え、すぐ扉があるね。これはだからこの船の裏に扉があるってことだか。あ、なんかスイッチみたい。ん、久々のバーチャルブー、小山博士かな。船の障害物が扉を塞いでおるせいでその先に進むことができなくなっておるの。まったく、どうしてこんなところに船なんかあるんじゃ。さてはお化けのやつらの仕業じゃな。ところでルイージ君、すまんがすぐにベースラボに戻ってきてくれんか。え、実はちょっとトラブルが発生しての。まあ、詳しいことはベースラボで説明してやるぞい。さあ、分かったらとにかく戻ってこい。待っておるからの、急いでくれよ。何、今行こうとしてたのに。もう分かった、じゃあもう急いで行きますか。はい、じゃあ、ベースラボ戻ります。はい、戻ってまいりましたよ。どうも小山博士、なんすか。おや、待っておったぞルイージ君。うん、あれ、キノピオさんが一人いない。うん、キノピオ君が一人いないじゃと。そうなんじゃ、トラブルとはそのことなんじゃよ。え、やっぱそうなの。事情を説明するとじゃな、実はわし、オバキュームをもっとパワーアップするための改造を思いついたのじゃ。そこで改造のために必要なパーツをすぐにキノピオ君に探しに行かせたと。そういうわけなのじゃ。なんで行かせたんねんじゃがルイージ君、まずはこれを見てくれんか。キノピオ君に持たせたライブカメラの映像じゃ。ほう、もしかしてまた捕まってるとかじゃないだろうね。ちょっと、何、うん、キノピオやっぱ足音が、うん、あ、なんか新しい、あー、お化けに、あーあーあーあああ、出れる出れる。え、ここどこ。あー、ここあそこじゃん、地下2階。あら、もうキノピオ君、なんでそんなもん取りに行かせた。小山博士バカなの。バカではないかもしんないけど、あ、そこに隠れた的な。あ、そこ登って登って、よく登れたね。ああ大丈夫。ああカメラが、あ、オッケー。でもそこ行ったことある場所だわ。わかるわかる。オッケー。キノピオ君はこの映像の場所でお化けに襲われ、そこで通信が途絶えてしまったのじゃ。いいかい、ルイージ君、この映像を手がかりにしてホテルのどっかにいるキノピオ君を見つけるんじゃ。そしてキノピオ君のことよりも何よりもわしのためにパワーアップのパーツを持ち帰ってこい。いや、キノピオ君大事だから、パーツよりもキノピオ君大事だからわしの発明がかかっておるんじゃからの。こいつは重要ミッションじゃぞ。フェッフェ、それじゃあ行ってこいルイージ君。なるほど。ってことは12階を探索する前にまずはキノピオ君を探しに行かないといけないってことですね。了解しました。ちょっと青のキノピオ君はずっとそこにいてねでは行きましょう、帰りましょう。戻って戻って、 OK。 じゃあこのエレベーター乗って一旦12階の探索は、また後でって感じですね。はい、じゃあ一気に地下2階に行きます。メンテナンスフロア、いくつ前だ、うん、前々回ぐらいにやったフロアですね。よし、着きました。地下2階ですね、行きましょう。お化けとかが来なければ。あー、早速いるわお化け。なんでこれ貼ったいやいや、またお化け、こいつ、マジこいつ最近多いなこのゴミ箱お化け。はい、ライト当てて悪玉回収してサクッと解決しちゃいましょう。待って待って待って、回収 OK。 そのなんか中に入ってるかな。おお、イエー、何も入ってないか。ああ、入ってる入ってる。おお、めっちゃ入ってるね。回収回収、OK。 ではドア入っていきます。で、まだまだこの先ですね。なんか動いてるけど、
んま気にしなくていい。オッケー。うん、待った待った、なになに、なんやねんなんやねん。おお、お化けかい、お化けかい。あー、こいつはこいつは、ちょっと、あー、やめろやめろ、もう痛いな痛いな。ちょっとまずこの黄色いやつがさ結構厄介なんだよな。まずちょっと投げてくるから、物投げてくるや、あいつがね本当に厄介。よし、ひとまずよいしょ、 OK、 これでメット剥がれた。よし、二人いっぺんに、いいね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 、一気にやっちゃおう。はい、 A ボタン、うん、 A ボタン、うん、 A ボタン、終わりかな。どうでしょうか、まだいる、まだいる、まだいるっぽいね。へい、よーし、 OK、 捕まえた。もう逃がさんぞこの意地悪お化け目。よいしょ、 OK、 いや、イエーイ。あ、上にまたルイージさんのポスター、これポスター貼ってどうすんのよ。OK で、これは押せる、あれ避けれないか。あ、こっちから貼っつけて、えいやっさー、これで壊れるか。 OK では、扉入っていきます。で、あ、ネズミさんがいっぱいいる。あれ、こんなところにこんな楽器みたいなのあったっけ。で、こっちですよね、うん、ここに来たんですけれども、まずグイージさんで、こっちあったっけ、左の、はい、入っていきます。そしたら上に、あれ、あ、来た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 、オッケー、あ、いますねいますね。で、ルイージさんがここくるっと回したら水の場所が変わる。よし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 、はい、来ましたよ、キノピオさん、出ておいで、出て、出ておいで、出ておいで、はい、イエイイエイ、さあ帰ろうぜ。で、ここからどうやって出んの、キノピオさん一緒についてこれる、ついてこれないよね。ん、どうすんだ、 X で話しかけるとかでもないもんね。あー、これで、なるほど。右の部屋に飛ばすんだ、えい、あー、いけたこれでいいのね。おお、無事に見つかったようじゃの。さあ、キノピオくんをそこから連れ出すがよい。さて、ここからが本題だぞ。これ、二人でパワーアップのパーツを探すんじゃよ。ライブカメラの映像に映っておったから、どんなものかわかるな。よろしくの。探すの。ちょっと GPS でもつけといてよ。そしたら探しやすいからさ。待って、X? あ、へい、ハイタッチ。かわいいな、ほんと。で、話しちゃったのはここら辺だよね。うん。ってことは、そんなに遠くには行ってないはず。だと思うけど。あ、これじゃん、これじゃん。あった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 。よし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 。これ引っ張ればいい？あ、これだ。いけそういけそう。これで引っ張る。ダメかな。どうやったら開くんだ、そこ。あ、ルイさん見てください。あれが持ち帰ろうとしたパーツです。あんなところに、あれ？だって、あの左のじゃないの？俺勘違いしてたわ。あれか。オッケー、あれね。そしたら、ルイージさんとグイージさんでここを押すとどうなる？あ、それが出る。で、これ回してか。で、まずひとまずここ乗ってます。はい、乗ったら、えい、ここで回転させる。だだだだだだだ。よし、これで右行けるようになったね。はい、じゃあルイージさん。オッケー、こっち来て。で、これはどうやって取るんだ？あ、キノピオさん使うの？もしかして。これで、上に、上に、上に、へい！オッケー！これでいいのね。やったー！ I did it！ おお、それじゃあ、それそれ、それがパーツじゃ。よくぞ見つけ出してくれたの。さあ、ルイージ君たち、ベースラボに戻ってくるんじゃ。わしがオバキューもパワーアップしてやるぞい。了解でーす。ありがとうございます。さあ、どんな風にパワーアップしてくれるのか。よし。OK。そしたら、一旦ベースラボに戻りましょう。はい。ルイージ君、こ
これ大変申し上げにくいお知らせなのじゃ。テストシステムはなんと整備不良のためただいま絶賛メンテナンス中なのじゃ。まあこういうのは使いたい時に限って使えなくなるもんじゃよ。フェッフェッフェ、なんか絶対あるな。ベースラボには自分の足で戻ってくるしかないぞい。とにかく頑張れ。じゃあ裏事情ってやつだな。了解です。じゃあ戻りましょう。オッケー。ちょっとそこで寝てないで。ファーツ、しまったわい。出口を塞がれてしまったぞい。こいつはピンチというやつじゃ。ルイジ君、なんとかして別の道を探すんじゃ。マップを調べてみるんじゃよ。了解です。なぬ、そういうこと。排水制御室、あ、まだここ行ってない場所があるね。オッケー、じゃあここに向かいましょう。びっくりマークのところだね。結構回る羽目になりそうだな。チャンネル登録よろしくま。ってことで、まずはキノピオさんをここかな。えい、これでハチゴが降りてきた。ナイス。キノピオさん使えるな。オッケー、登って、はい、ドア入ります。こっち行く。まあここら辺はそのまま行っちゃいましょう。どんどん行こうね、うん、で降りてと、えほえほえほ、はい、ここもえほえほえほ、よし。びっくりした。待って、やめろ。キノピオ持つな。ちょっと、待って、そしたら一回キノピオさん吸っちゃえばいいのかな。待って、やめろ。よしよしよし、オッケー、なんとか。よし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 、いいね。こういうことか。オッケー、危ない。はい、A ボタン。ちょっと余りそうだな、HP。待って、さあ、どこ来る。オッケー、いた、ラッキー。さすっちゃって。キノピオさんいなくなったよ。オッケー、行きましょう。よかった。よし、豚の貯金箱を壊して。あ、なんもないわ。なんかさっきからカニのマークがちょいちょいあるんだよな。な、また。あ、落ちないんかい。ちょっとびっくりさせないでくれ。こっち来る。よいしょ。なんか変なの捕まえちゃった。よいしょ。ちっちゃいやつは楽ですね。あ、まだいる。どんどん出てくるな。その下がんないで。よし。キノピオさん、おい、来てね。あ、オッケー。いいのね。ナイス。よし。お金は回収。よし。で、左行って。またいる。大丈夫？お、なんか今、お化けがいる感じがしたけど。気のせいかな。待って、やめろ。ついてくな。よし。まずい。今せっかく捕まえたのに。あれ、いいのかそれで。大丈夫なのか。オッケー、行っちゃおう。よし、なんだかんだ着いたぞ。あ、思い出しました。ルイさん、こっちです。この先を進めば出口に抜けられるはずですよ。なぜ思い出した。なんで知ってる。あ、待って、ここに。あ、ちょ、またかい、またかい。あ、ちょ、やめろ。よし。オッケー、光らせて、はい、ナイス。引っ張って。はい、A ボタン。はい、終了。オッケー。大丈夫よ。キノピオさんもういなくなったよ。で、ここライト当てちゃったら、お金出てくるかな。イェーイ、お金回収。よし。で、こっちですね。実はこっちね、もしかしたら確かカットしてあるかもしれないけどね、こっちの存在には気づいてたんだよね。で、あ、水がなくなってるから、こっちから行けるって感じかな、もしかして。それとも、いや、違うな。ここが破壊できる感じか。キノピオさんを使って。えい。ああ、これでいいんかい。なるほど。リーさん、見てください。扉がありますよ。本当だ。あれ、でもこの扉、ハンドルがついていませんね。え、多分このライトで当てるんじゃない？そして、ここに宝箱があるんで、
クイさん取ってもらいましょう。イエーイ、お金ゲッチュ、お金ゲッチュ。この先行けたりする？あー、この先は水があるから行けないと。なるほどね。じゃあここライト当てて、ピカ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 、お、あ、この上にあるわ。うん、ないない、あ、バナナかい。バナナでマイナス1って地味に嫌なんだよな。よし、じゃあまたキノピオさんに行ってもらおう。ここから上に行けます。ちょっとててててて、えいやさ、あ、違う、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない、ここらへん、よいしょ、あ、行けた行けた、よしよしよし、ナイスキノピオくん。おー、大丈夫、そんな高さから降りて。よし、こんなもんかな。で、これつけちゃって、えい、え、おーしゃー。これで開くかな。はいよ、開きました。なんとシンプルなシステム。さあ、開けたらどこに繋がる。よし、行きましょう行きましょう。さあ進むと、あー、閉まるんかい。で、ここはどこだ。来たとことがある場所ではなさそうだけど、なんかここ光ってるね。これなんだ。ああ、お金だったわねこれね。んで、あ、左なんか行けなくなってんな。そしたらこっち、あ、出口が、なるほど。じゃあここ下がって、キノピオさん降りれます、降りてこれる。ここまたなんか怪しいね。じゃあキノピオさんにちょっと壁を壊してもらって、よいしょ、えいやさ、あ、壊れた。よし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 、なんか発電機かな。あ、発電機っぽいね。そしたら、これまたキノピオさんをここに当てて、よし、そこにちょっといて、で、こっちもつけます。よし、あ、そしたらまた回転するやつが出てきたね。じゃあグイージさんに残ってもらって、キノピオさんと2人で、上登りますよと。はい、上登って登って、 OK で、ここで乗っておいて、グイージさん回転よろしくお願いします。ぐるーっと、おー、パトランプ回った。そしたら OK、 1回、もう1回かな。よし、オッケー、ここでいいはず。いや、もう一回回しとこうか、もう一回回しとこう、念のため。これもう一回回しておいて、そしたら、うん、こっちから、で、そこの宝箱欲しいんだよな。あ、これ橋が出る。あー、オッケーオッケーオッケー、ライト来た、ナイスナイス、イエーイ。で、宝箱ゲット、お金いっぱい。よし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 、じゃあこの扉入っていきます。ここどこ出るんだ。お、あー、地下か、あのと下の通路の。ルイジ君、随分と薄汚いところじゃが、つべこべ言わずに前進むんじゃぞ、フェッフェ。もう行く、まあ行きますけど、そしてここの扉なんだろうな。あ、そっか、ここ来たところだ、来たことある場所だ。そうだね、ここ前上からあれだわ、あの水が出てたところだ、うん、で、こっちの扉はまだ入れないんだよね多分ね。あ、入れる、あれ前入れたっけ、ここ。で、あ、ここ、待って、なんでこれ。なので、キノピオくんを当てて、よいしょ、これで上に行けるようになったということですね。いうことなんですけど、ここなんだ？これ、回転でなんか止めたりできる？止めれたね。止めれたわけではないけど、回転をゆっくりすることができ、あー、なるほど、了解。そしたら、ここでもう一回くるっとしておいて、で、その間に
もしかしたらキノピオさんを入れるんじゃね、ここに。違うかな。えい、入れた。あー、そっからお金が出てくるシステム。お、素晴らしい素晴らしい。めっちゃ真珠出てくんじゃん。じゃあちょっともうグイさんいいですよ。キノピオさんをいじめないであげて。で、あ、この下もいけるっぽい。グイさんいけます？なんかいけそうっちゃいけそうなんだけどな。ここ、あ、ちょっと待って、じゃあもう一回キノピオさんにここ入ってもらおうか。ここの中入れんじゃない？えい、いけます？あ、そっから出てくる。あ、待って、ネズミさんがいっぱい出てきた。まあここはこんなもんか。そうか、ここ開いたりもしないもんね、多分ね。なんかいけそうなんだけどね、ここね。まあいいや。そしたら、まあ戻れるっちゃ戻れるんだけど、上のお化けを倒しておきたいな。はい、グイジさんにちょっとここは行ってもらって、あ、戦闘が始まるのかな。あ、オッケー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 。えい、あー、痛いです。よし、で裏回って、はい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 、 A ボタン、A ボタン、もう行っちゃおうかな。さあ、こいこいこい。さあ、どっから出てくる。えい、さあ、光当てて、後ろ、よいしょ、はい、引っ張って A ボタン、A ボタン。もう閉じ込めちゃダメよ。OK。 じゃあ、戻って、すいません、ちょっと行ったり来たりなんですけども、もう一回こっち行きましょう。で、ここ上がればいいかな。はい、上がります。行くぜー。これで戻ってこれた感じかな。あー、ここに繋がってたのか。なるほど、よっしゃ。じゃあキノピオさん、もう一回、待って、エレベーター、あれ、あ、エレベーター来た。え、なんか大丈夫、エレベーター故障してない？あー、お化けいる。ちょっと待って、やめろやめろ。待って、落ち着け。えい、よし、待って、よし、引っ張って、はい、逃げるな、A ボタン、A 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 ボタン、あー、12残っちゃった。その回、こい、こっちか、よし、OK、しっかり引っ張って、はい、A ボタン、A 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 ボタン、OK、2人倒したから一気に。よっしゃー、ナイス。んじゃあ、扉入って、さ、地下1階に戻りましょう。これで、小山博士のところに行けばいいかな。いや、しかしキノピオかわいいな。ハイタッチ。いや、いいな、ずっと連れて行きたいな、超癒しだもんな。はい、戻ってきました、地下1階。特にここ変わり映えしてる場所はないかな。なんかお化けがいそうな感じなんだけど、ちょっと待って、やめろ。え、ちょ、いくな。で、光当てて、よし、もう、なんでここにも出てくるの。よいしょ、OK、あと1回。よし、OK、光当てて、あれ、光当たんない、よし、OK、これで回収。よかった。そしたら、ベースラボに戻りましょう。小山博士、お待たせ。はいはーい、ただいま。おお、よくぞパーツを持ち帰ってきたルイージ君。さあさあ、そいつをとっととわしに渡すんじゃ。はい、あげますよ。頑張って持ってきたんだから、もうちょっと褒めてよ。感謝してよね。何それ、何ゲットした。えこれ、何をしてる。オバキュームもこっちによこすんじゃよ。さっきの方はいらないの？そのなんかちっちゃいパーツみたいな方が必要だったの、さあ今回は何が変わるんでしょうか。じゃじゃーん、フェッフェッフェ。これでどうじゃ、
改造オバキューブの完成じゃん。え、本当に何が変わったの？吸い込み力を爆発的にアップできる機能を加えたぞい。それぞ名付けてハイパーバキュームじゃほう。いいですね。ただしのハイパーバキュームを使うには特別なコンセントにつなぐ必要があるんじゃよ。はあ、このホテルにもコンセントがいくつかあるはずじゃ。どこかで見つけたら試してみるとよいぞ。そういえばルイジ君、ビーチレストランフロアが障害物で遮られて進めなくなっておったな。あ、そうですそうですね。ハイパーバキュームならそんなものなんのそのじゃぞ。近くにコンセントがないか探してみてはどうじゃ。オッケー、そういうことなんですね。了解です。では、またホテル探索に戻りましょうと行きたいところなんですが、今回はここまでにしたいと思います。はい、次回ね、ビーチレストランフロア進んでいきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。ということで、少しでも楽しいと思っていただけた方はチャンネル登録ボタンポチッと全力でお願いいたします。また高評価ボタンもポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、コーナーでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイちゃん。